イ、ハート、金魚、花火、ギフト、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なんか昨日次のシングルの選抜発表があったとはなんか思えない今私だけかな、なんかまだふわふわした感じっていうか、2ヶ月も言えない期間すごい長かったんだけど、なんか不思議な気持ち、話していいんだよねって思っちゃうもう言ってもいいし写真も載せてもいいのに、あれ大丈夫だっけってなっちゃう。2ヶ月もずっと我慢して心に留めてたのでこんばんは、こんばんは。昨日は本当にたくさんのギフトおめでとうありがとうございました。昨日配信終わって言ってた通り、みんなのたくさんのおめでとうとかお祝いのコメントメッセージを読んでました。配信中はもちろん私たち喋ってたのでリアルタイムのコメントを見れなかったから、配信終わり YouTube のアーカイブのコメントだったり X でのサーヤっていう単語とか入り内島っていう単語を調べてみんながどういう反応してたのかとかをいっぱい見てました。ありがとうございます。でも見すぎて遡れなくなっちゃった。あるよねそういうの昨日投げられなかったから、だってくまちゃんの浴衣のタワー高典ありがとうございます。たくさんお祝いもしてくれてメッセージもありがとうございます気持ちだけでもみんな嬉しいのに、私のためにありがとうございます。サーヤって調べると、私以外のたくさん同じニックネームの方がいらっしゃって、遡っても私のことじゃないポストの方が多すぎるんですよ。だからあんまりいないニックネームとかつけてたらすぐに見つかるんですけど、サーヤっていっぱいいるんですそうなの、だからいっぱい遡らなきゃいけない。公演の時とかそう、2時間分でどれだけサーヤっていう方のポストがされてるか多いよイリウチジマか、イリウチジマサヤか、フルネームの漢字が確実ですね。ギフトいっぱいありがとうございます。確かにサヤちゃんの外付け写真のお店が早く知りたい。確かに私も知らないからね。いつ発表されるんだろう。いろいろ楽しみです。まあでも発売まで10月、今8月下旬、あとちょっとで終わりだけど1ヶ月ちょっとまだあるね時間が頭ちゃんまだ先です。昨日言えなかったけど初選抜おめでとう、ありがとうございます。 MV たくさん見てるありがとうね、本当に。私も見ました、いっぱい。昨日のショールームで初初見をみんなにごめんね、無言の時間が流れてたけど見させてもらって、でもその後も今日の朝も準備しながら見てました、流してた。外出る時もさ、音源も配信開始されてるので、私は Apple Music で
ずっと聞いてます。嬉しかったな。嬉しかったな。これからもっと嬉しいね。 CD が実際に発売され、店頭に並んでみんなの元に届いて見てもらえるのが嬉しいです。私の歌割りがどこなのか探してください、ぜひ。まだみんなにこんな嬉しいことがあるんだよっていうものがいっぱいあるので楽しみにしててください。こんばんは、こんばんは。やばい、目になんか入ってる。昨日伝えられなかったからおめでとう、ありがとうございます。いやー、ありがとう、みんな報告待ってる、ありがとう。今さっき X の方で嬉しいっていう言葉と一緒にツーショット2枚ほど載せました。本当は載せた時に2人のことについて文章はずっと2ヶ月分考えてメモに残してたんですけど、やめました、 ALT に載せるの。やめた。メールかどこかバブルとかに載せようかなって思いました。文章はね。でも二人からいいね来ましたよ。みんなが待ってた写真をやっと載せることができました。嬉しかった。発売後に載せようかなとも思ったの。でもちょっと昨日発表されてすぐ翌日の今日、気持ちがね熱いままみんなに見てもらいたいなって思って載せちゃった。保存してね。ギフトありがとうございます。友達からも実はおめでとうっていう来たし、幼なじみからも来たし、STU の方合同ライブでご一緒させていただいた時にちょっとお話しして仲良くなったソラハさんからも連絡が来たり、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。そうなんです、幸せだよね本当に。はい、そう、昨日さミルクの先輩の方からはすぐに来たって言ったじゃないですか。あのミルクの方もそうなんですけど、あともう一人今活動されてるから名前出しちゃうんですけど、ののさんからも連絡が来まして、嬉しいですとっても。本当はね夏フェスとかに一緒に出て同じ時間とか同じ場所にいて写真撮ったりお会いしたかったんですけど、多分なかなかね10月以降の発売だと難しそうで、
ギフトありがとうございますこんばんは、こんばんは、嬉しいです、とっても。私はあとは昨日ショールームとかでもお話できてなかったんですけど、中坂と姫たんが私とふゆちゃんの同期から2人の初選抜のことをつぶやいてくれたのがすごい嬉しくて、いろんな気持ちがねあるって私も分かるのに、分かるけど、そうやって自分の今の気持ちとかおめでとうっていう気持ちを素直にポストしてくれたことが本当に2人の優しさだし、ありがたいなっていう気持ちになりました。2人と私よくこれからのこととかなんか熱い気持ちとかお話をしてた2人なので、すごい今回の選抜のことも喜んでくれてよかったです。2人が同期でいっぱいお話も聞いてくれて嘘、ブログもある。ちょっとブログまだ見れてないや、 X しか見てなかった今まだ。ギフトありがとうございます。ねおとめ、おとめ、あ、そう、おばあちゃんもね見てくれました、私の選抜発表と MV をママが見せてくれてたみたいで、今日か昨日、今日か、喜んでくれてましたっていう報告を受けたし、連絡も来ました。嬉しいな、早く10月2日、発売日が来て CD を早く自分のコメントとメッセージ付きで渡したいですね。多分今まで私が渡した生写真とかも飾ってくれてるんですよ、絶対。それと一緒にすごい神棚的なところに多分飾ってくれる。だって私の今までの生誕グッズも研究生からの 2,3 年ぐらいは渡してたんですよ。それを未だに使ってくれてて本当に嬉しい。しかもカブトムシの絵の生誕バッグ可愛いでしょ。その次のなんかの違うお花の方も渡したかな。それ以降は渡せてなくて、本当に可愛い、愛おしいんだ。で、誰かに聞かれたら多分自慢してくれてるし、本当に嬉しいです。ねえ、おとめちゃん、ねえ、ありがとう、ギフトいっぱいありがとうございます。おとめちゃん、うん、怖い子ちゃん今日で522日目ありがとうございます。無事になんとか続けられてるね、連続配信。ギフトもいっぱいありがとうございます。なんかやっぱ心ないコメントあるのは仕方ないとは思ってたけど、でも自分の昨日の選抜に
選んでいただきましたっていう X とかインスタの投稿したもののコメントの数が本当に多くて、気にしてる、気にしなくていいんだな、まあ気にしちゃうけど、この私の性格上ね。でもこんなに喜んでくれたりおめでとうって言ってくれる方が多いんだって思うと、なんか心がちょっと軽くなるというか、あ、頑張ってよかったなっていう気持ちになります。ありがとうございます。あとなんかこれ言うか迷ったんですけど、でもファンの方が教えてくれたんですよ。なんかねX に私って偽物って分かるようなアカウントを作って、なんか変な言葉を使ってる方があるんですよ今、アカウントがあるらしくて。でも私そのアカウント見てないんですよね、調べて。ただ今日のお昼ぐらいにファンの方がインスタのメッセージで、こういう人がいるから気をつけてねって教えてくださった方がいたんですよ。なんで皆さんも本当に気をつけてください。なんかそのね、結構嫌な言葉を使ってる偽物のアカウントで、偽物のアカウントって分かってるけど、自分の私のアーティスト写真だし、もし今の私の X のヘッダーのハッピーの画像とか使われたら本気で嫌なのね。本当に嫌なの。私の自分の写真も嫌だけど、それ以上にあいみょんの写真を使われるのが本当に嫌なの。だからもし見つけたら通報というかブロックしてください。よろしくお願いします。なんかバカにされた感じがして嫌だ。名前で検索したら出てくるのかな。でももう何人かがしてくれてた気がするので、そのおかげでもうアカウントがないのかもしれないし、通報したよだって。あ、やっぱいた、まだ。ありがとうございます。本当に嫌だ。でも一応明日マネージャーさんと会うので、まあ、連絡でもいいんですけどお話しします。通報した、消去されてたっぽい。ありがとうございます。よかった、みんなのおかげだ。ありがとう、嬉しい。危ない危ない。信じない人がほとんどだと思うけどさ、やっぱたまに信じてしまう方もいるじゃないですか。そういう時が一番どう伝えればいいかわからない、困ってしまうので。よかった、ありがとうございます。危ない。まさか自分がさ偽物のアカウント作られる人になるとは思わなかった。びっくり。もうないといいな。ちょっとまたもし見つけたら通報お願いしちゃいます。ごめんね。ギフトありがとうございます。すごい、2匹同じとこやってる。毛づくろいかわいい。ファンの方同士でも
あるんだ、なりすまし。怖っ。もう誰でも今の時代はあるんだね。怖い。やだ。されたことない。初めてです今回。怖っ。今日ちょっと15分で終わりにしようとしたんだけど、めちゃめちゃった。相変わらずいます。ゲスト、ありがとうございます。シルクも寝るみたい。ごめん、近かった。危ない、お尻。本当に危ない。いつもお尻丸見えはちょっと厳しい。女の子だし、ほんとめちゃんダメ。行っちゃった。シルクはね、割と長毛だから隠れてて見えないですね。割と、もし見えたとしても乙女ダメですね。乙女最近思った、毛づくろいしてさ、フレーメン出すのやめてほしい。なんか乙女急に静かだなと思ったら口開けてこっち見てるの。自分のね、匂いがびっくりしちゃったみたいね。そりゃお尻は臭いよ。ねえ乙女。見てる。面白いよねフレーメンって。何なんだろう。シルクはあんまりしない。ギフトありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。早くみんなに会いたいな。ちなみに今日何をしてたかっていうと、オンライン特典会のサイン書きのと、あの続きをしてました。半分終わってなくて、その半分を、半分ちょい多めの量を今日は黙々とやってて、ギリギリでした。本当に無事に全部終わりました。もうこうやって下向いて書いてるからさ、首がやばくて、それがメールの正解です。その首が痛かった原因。たまにさ、途中途中で寝転がったりして休憩はしてたんだけど、届くの楽しみに待っててください。あと筋肉痛に関しては本当にやばくて、私過去一やばい、 SK に入って一番今筋肉痛きてる。本当に歩くのが自分気持ち悪い。歩いてる姿ブサイクなの今。今日思った、ちょっと鏡張りなところでさ、自分の歩いてる姿見てみたかったけど、ちょっとあんまり歩いてるところに鏡張りがなくて見えなかった。
まっすぐ平面もう辛いんだけど降りる時がやばい。それほど激しいってことです、今回のシングルのダンス。インスピレーションより踊ってる気がする。太もも、前ももがやばい。両足プルプルしてたもん、ずっと小鹿でした本当に。初めてあんな小鹿になったのは。他の方も言ってた、やっぱりそう、特に多い、しゃがんだり立ったりするのが。覚えるのは割と MV での振り入れがあったので割と覚えられやすかった、覚えやすかったです。ギフトありがとうございます。ちなみに足つく方も膝が、私右足の方が膝ついてるからあざが右に基本できるっていう。でもそれもまた経験、思い出なので、なんかあざすら嬉しい。ここだけ切り取ったら気持ち悪いけど、選抜としての振り入れ、振り MV 撮影でできたものだから、あ頑張ったなとか、あの撮影の時にできたあざだって思うと嬉しくなる。頑張った勲章というかさ、あれじゃん。そう、時間湧いてる。本当に楽しみにしててほしいです。いつか皆さんの前で披露するとき、絶対にかっこいいので保証するね。ちょっとあと3分え。ね、でも初選抜の曲がこういうダンス曲で良かったと思う。すごい気持ちの面でもパフォーマンスの面でもパワーアップできると思うし、これを一から振り入れがあるってなるとちょっと怖いですもん。普通に振り入れの MV 撮影前の振り入れですら本当にやばかった。ゲートありがとうございます。先にランキングを読みますね。あのそうです、ダンスも曲も大好きですもん。1位タガノリ、クマちゃんの浴衣タワーありがとうございます。昨日遅れなかった分って言ってますがありがとうございます。2位ヒョウ、3位ア、4位キヨさん、5位フルハウス、6位デメキン、7位顔面国宝、8位ケパパ、9位ガラクタ、10位ケイタ、11位ムツミ、12位ハセベ、13位ヨダ。ありがとうございました。今日も寝るときに極悪心拍数聞きながら寝てください。乙女ははいって言ったよ。また明日会いましょう。ありがとうございました、たくさんのお祝い。今日もたくさん届いてました。返信もまだ待ってます。おやすみなさい、ありがとうございました。ゆっくり休んでね。
バー。